Morning Jam。 3,4 おもろい家族パート2。この時間は健康な体と綺麗な水を守るシャボン玉石鹸の提供でお送りします。さあ12時になるとモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には久留米のフルーツショップ飯田屋セレクト季節のフルーツセットプレゼント。はい、2月キサラギということで、この時期美味しいフルーツは宮崎の完熟金柑たまたまの中でも美味しいものを集めたエクセレントという1キロの詰め合わせ、それからね、久留米で採れた博多あまおう2パック、そして天草のパール缶3玉、合計8000円相当ということなんで、ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。はい、そしていよいよ3月17日日曜日、このモーニングジャムは久留米シティプラザで少子中地のおもろい落語会開催いたします。はい、週末金曜日にね、出所しようとちょっと打ち合わせしたんですよ。はいはい、で1回目の時にねリスナーの方に上がってもらって小話して、あれもめちゃくちゃ楽しかったんですよね。そうですね。でまあそこから、なんていうか、コロナみたいなこともあってね、それでなんかこうステージと客席とちょっと遠かったりしたんですけれども、少子がね、やっぱり少子中地のおもろい落語会は通常の落語会と違ってやっぱラジオの公開イベントだから、リスナーと触れ合いたいねっていうところで、はい、確率的には今 78% ぐらいなんですけれども、やってみたいっていうおちょけさんがうちのリスナーって多いじゃないですか。そうですね。だから1200人の前で講座に上がって小話、はい、みたいな話にもなるんじゃないかなっていう。で小話持ってないよっていう方いらっしゃるかもしれませんが、ちゃんと小話はね、少子のお弟子さんが、稽古つけてくれるっていうことなんですよね。なのでなんていうかおちょけさん、はい、いや1200人の中でもね、パーセンテージ的にはそんなにはいらっしゃらないと思うんですけれども、はいはい、でもやっぱりいらっしゃるんですね。いらっしゃいますよね。そういう方はですね、そういう腹積もりでもうこれまた今回盛り上がりそうだぞ。だと思います。これいいな。そうなんですよ。なのでね、詳しいことはですね、またおいおいご紹介していきたいなというふうに思います。はい、さあそれではね、今日届いたおもろい家族、まずはですね、こちら男性の方からいただいたおもろい家族から紹介することにしましょう。40代の男性です。中地小浜ちゃん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。私趣味で週に3回朝ランニングしてるんですが、そんな何気ないランニングライフにある転機が訪れた話。少々前に遡るんですが、私4年ぐらい前から PTA の役員してるんです。同じ時期に入っためちゃくちゃ美人のママさんがいて、本当にザ美人なんです。話しかけるのも高嶺の花なんで、最初は遠目で見る日々を過ごしておりました。しかし4年間一緒に役員しているとイベントや役員会など乗り越えて美人ママさんとも話す機会が増えてきたんです。それから去年の秋頃の役員会で美人ママから、朝ランニングしてますよね、よく見かけるんです、急な話だったんで少し動揺したものの、冗談で見かけた時は手でも振ってくださいよと声をかけました。多少気にしつつランニングしていたんですが、まだそのチャンスは訪れない。はい、翌月の役員会で美人ママから、今日もランニングしてましたね、運転しながら覗き込んだんですけど全然気づいてくれなくてと言われて、へー何考えてんだなんかもったいない気がするもったいないってどういうこっちゃ私のランニングコースは行って帰ってくる往復コースなんで、時間的に帰りに美人ママと知らぬ間に通り過ぎてる、もったいないことをしてる気がする。どこで通り過ぎてるのかわからないまま次の役員会になって、その日も美人ママから
今日も走ってましたねと声をかけられて、その日は勇気を出して提案をしたんです、うん、今日駐車場まで一緒に帰りましょう、そこで車種と車の色を確認させてください。ちょっともう何なんだこれ。そこで車種と車の色を確認させてください。あと重要ポイント、どこで通り過ぎますか。何考えてんだ。答えはあの通りですよ。よっしゃこれで間違いなく私が気づけば手を振ってくれるはず、うん、ランニングが月曜日、水曜日、金曜日、よし月曜日の楽しみで迎えた月曜日、ルンルンでスタートして帰りその通りに入って、あーあの色のあの車種ね、来たかな、あ来た来た来た向こうから手を振ってる、こちらも振り返して美人ママから朝から手を振ってもらえてテンション爆上がり。素晴らしい、好きでやってるランニングがさらに楽しくなって足取りも軽い、朝起きるのもすこぶる寝起きがいい。それから半月ほど最高のランニングライフが続いていたんですが、ある朝から問題が発生したんです。その日も鼻歌混じりにランニングを開始して、その通りに差し掛かって、来たあの色あの車、私から満面の笑みで手を振りました。すると美人ママは数店舗ほど遅れたもののギリギリで手を振り返してくれて、あれと思ったんですが、で走ってるとその車から5台ほど通り過ぎたところで、向こうからまた同じ色また同じ車、手を振る美人ママらしき人、もちろん私も手を振り返して、あれ最初の人が美人ママじゃなかった、えどういうことどういうこと、後者が美人ママよね、向こうからだったし、えどっちがどっち、一応どっちも手は振ってくれたよね、どっちが美人ママかわからない。実は私近視なんです、視力が 0.5 ぐらい、近くは見えるけど遠くがはっきり見えないので運転席のシルエットで判断してたんです、うん、美人ママの髪型は一つ結び、紺色の制服でも2台とも一緒に見えたよな、なんかモヤモヤしながら水曜日になってランニング開始、その通りに差し掛かりました、来たあの車だ、向こうから手を振ってくる、シルエットと制服の色も美人ママ、こちらも満面の笑みで手を振り返してニコニコで走ってると、またその後ろから手を振ってくる美人ママらしき人、シルエットと制服の色も同じ、どっちが本物なのかわからない、わあでも手を振らないと失礼になるし手を振り返しました、何が起きてるの、世にも奇妙な物語。金曜日になってランニングを開始したものの、頭の中ではいつからこうなった、だいたいあの時間に同じ色で同じ車で同じシルエットで同じ服の色の人が通りかかったりする、ありえんやろ、結局どっちが美人ママなのか分からず、同じ車2台に手を振って目を細めてみても全然見えず、そうだ車の運転でしかかけてないメガネ、今までランニング中には必要性がなかったんでかけなかったんですが、かけていくしかない、はっきりさせよう。月曜日を迎えてメガネをかけてランニング開始、問題のその通り、集中集中、なんせ向こうは時速40キロぐらい、こっちも歩きじゃなく走り、通り過ぎる時間は1秒もないぐらい、するとやってきました、あの車だ、向こうから手を振ってる、こちらも振る、顔を確認、同じ車1台目、知らない陽気なおじさん、60代ぐらいのロン毛で一つ結びで紺色の作業着、誰と思いながらこっちもにこやかにその人に手を振り返し、続いて同じ車2台目、おお美人ママ手を振ってる、おおよく見える、長い髪一つ結びで紺色の制服、おーい1台目の陽気なおじさんは誰なんだろう。よくよく考えると、そもそもの原因を作ったのはおそらく私なんです。向こうからすれば急に手を振られて、なんだなんだと思って手を振り返して、そうでしょうね、そうでしょう。そこからなんとなく手を振り合う仲になってしまったんです。いやーこんなことってあるんですね。それから美人ママと陽気なおじさんの2人に手を振り出して2ヶ月余り経った今、
知らない陽気なおじさんと未だに手を振り合っているんですが、ここ2週間見かけなくなって、病気でもしたのかなと最近では美人ママよりおじさんのことを気にしている今日この頃です。しょうがないな。もうなんていうか、もうツッコミどころがいろいろあるんですけど、楽しそうで何よりですよ。これね、奥さんが聞いた激怒するでしょ。以上、おもろい家族パート2でした。